2024年7月13日、家庭用ナス購入。7月12日に Amazon に注文した家庭用ナスが7月13日に届きました。バッファローの家庭用ナス3テスラリーです。それにしても発注かけてから24時間で着く、とはすごいですね。ちなみに箱の外観はこんな感じです。Amazon の粘着テープ貼っているものの、ロゴの入った箱に入っていませんでしたね。早速箱から中身を取り出しましょう。AC 電源ケーブル。LANケーブル。ナス本体、ちょっと出しにくいな。ちょっと乱雑だけど、横にしてっと。箱からナス本体取り出せた。段ボールを取り外して。これがナス本体です。PC デスクの下に置いて AC アダプター接続。そしてLANケーブル接続。そしてルーターにもLANケーブル接続して AC 電源をコンセットに接続です。続いてバッファローのホームページに行きます。ナスの型番を検索。片方でカメラを持ちながら、もう片方でキーボードに入力しているので、少々時間いただきます。お待たせしてすみません。型番で検索した機種を探し中。これですね。
製品紹介欄を見ます。NASTはネットワークアタッシュドストレージの頭文字を組み合わせたもので日本語に訳すとネットワーク接続型ストレージ。名前が示す通り NASTはストレージ補助記憶装置です。すぐに思い浮き株ストレージとしては PC と USB ケーブルなどで接続する外付けハードディスクがありますが、 NAS はネットワークを経由しで接続する点が異なります。ネットワーク経由なので外出先から NAS に接続できてファイルの読み書きができるようになります。NAS の説明遅れてすみませんでした。ホームページでの対象ファイルがどこにあるか探してます。やっと見つけた。マニュアル見て必要ファイルを見ています。このタイミングで部屋に神さんやってきた。 Amazon から24時間で届いたことを話すと驚いていました。そりゃそうですよね。喋りながらだったのでファイル探すの遅くなりました。必要ファイルダウンロードと余談ですがダイヤモンドプリンセスを PC の壁紙にしています。エクスプローラー開いてダウンロードしたファイルを展開。指示通りにファイルをインストールします。インストールしてますね。マニュアル確認中。インストールされたフォルダーを開きます。アプリケーションをインストール。画面に映っていませんがスマホにも専用のアプリをインストールしています。結構時間かかりますね。インストール完了しました。このあと細かい設定等あるのですが不明点あり、バッファローのオペレーターとチャットでやり取りしてました。チャットでやり取りしてなんとか使える状態になりました。親切丁寧な対応ありがとうございました。動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。